成田山法輪寺成田山法輪寺は、兵庫県西脇市小坂町高山にある寺院。兵庫県内では、唯一、大本山成田山新勝寺から認可を受けた部員で、晩秋成田山と、通称される。成田山法輪寺千葉県成田市の大本山成田山新勝寺が、940年に、館長大僧正によって解散された後、成田不動信仰は、 日本全国に広がり、西脇を聖地とし、1950年、成田山不動村晩秋大協会を前身に、晩秋成田山法輪寺として解散。大本山成田山新生寺貫獣より、文院建立の時期元を得て、成田山新生寺不動村を貫上。不動村振興令状として、周辺地域の振興を集め、家内安全、商売繁盛、交通安全、 災難魔よけ、病気全開、身体健康、薬よけ海運などの現世利益を求める信徒が多数参拝している。本尊は不動明王。大本山成田さんの平和の大東建流の際、仏師、松久総林が王党本尊不動明王の原型として制作したものが法案採取されている。江戸時代の1829年春行の大本山。 成田山新勝寺に大門の上等式当日、辰五郎という大工が足場から転落した。この時、成田山の夜勤を押した手形がま、二つに割れたものの、辰五郎は毛が一つなく助かった。これを不動明王の加護とし、以来夜勤を押した、この手形札が成田山の身代わりお神として広く授けられている。釈迦島境内には、 インドのブッダガヤ大菩提寺の王塔を模した釈迦塔が混流され、大菩提寺より迎えた、木彫釈迦如来像、仏舎利、釈迦生誕場面の石彫り石板、全長3メートルの金色釈迦涅槃像が祀られる。十一面観世音菩薩、奈良県行間山宝山寺より、聖帝尊、十一面観世音菩薩の分嶺を、勘定祭祀するほか、本堂の裏には、大きな七福神、 大蔵会大日如来が採取されており、本堂下には十二島森本尊、一眼常樹鎮珠、大宮様、小佐漬安山、小安寺蔵村、清滝大権元など多くの神々が採取されている。法輪閣ネパール様式の三層祈祷殿、法輪閣が建立され、大本山成田山新勝寺において開眼した、立像不動明王像が鎮座する。AB、 成田山法輪寺公式サイト2021年6月9日閲覧 ABCD 成田山法輪寺公式サイト成り立ち、2021年6月9日閲覧ありがとうございます。